陶芸家の渡辺拓真です。今日は何作って何食べようか。香りのある野菜を冷蔵庫に入れたくなくて、キッチンに合う花入れがあれば野菜の鮮度が保てる。そう思ったのが空き缶の花入れを作るきっかけでした。野菜を生かしておける花入れ、それが空き缶の花入れ。ボディは急須と同じ作り方をします。一番大事な道具は右手親指の爪です。ボディを引きます。一つの塊から一つ作る玉引き。両手で粘土を押さえます。土のブレをなくします。いわゆる土殺し。ろくろで引いた形がほぼ完成形。薄く高く伸ばしていきます。空き缶のざらついた雰囲気を表現するため、今回は粗めの土で作っています。ろくろ目もわずかに残す方針です。下の方の土もしっかりと上に上げていきます。口のブレは後で加工するので今のところ問題ありません。エゴテで底を締めます。余分な土を取ります。形の都合上やや裾広がり気味に土を残しておきます。外ごてを当ててまっすぐに伸ばしていきます。上を絞って口になる部分を作っていきます。急須など蓋物と同じ作り方になります。蓋を乗せる木の部分を作ります。指を折り込んで入れて、その指に沿わせながら口を直角に折っていきます。ここが今日の山場、木を作っていきます。鹿皮を両手でピンと張って、その間にある右手親指の爪を垂直に下ろしていきます。土が下がっていって蓋を受ける木ができます。外側は垂直に、木は水平にしていきます。ここからは缶の細かい部分を作っていきます。土塀を取っていきます。ろくろ目を消しすぎないように土塀を取っていきます。下は裾広がりのまま残しておきます。エッジがシャープな竹のヘラで缶の巻き込み部分を作っていきます。少し段差をつけます。下も同様。バリが出ている場合は少し押さえます。ろくろをしているときに一番困るのは電話、出れないですね。形ができたらワイヤーハリスでカット。空き缶っぽく潰していきます。割とアドリブでやっていきます。とはいえ丁寧に潰していきます。備前の土は切れやすいので注意。しばし乾燥タイム。今日のテーマは缶。オイルサーディンを使います。かつて行っていたバーのメニューです。バーのおつまみは早い、うまい、
高級感？プルトップは便利だけど手を切りそうで怖い。慎重に開けます。材料の準備は簡単。ガーリックポットからガーリック、ニンニク2かけ。バーではニンニクを使わなかったけど、ここはアレンジ。庭からはローリエを 2,3 枚。仕事場にある唐辛子も使います。ニンニクは粗めに刻みます。缶のまま調理。これは高級？ニンニクを散らしていきます。唐辛子はセンターに。ローリエで薪を固める。それらを沈めていきます。ニンニクをすりおろして全体的に。岩塩も少し。胡椒はちょっと多めが好き。これで仕込みは終了。仕込みの終わったパンを直火で温めていきます。焼き網を乗せて缶のまま乗せる。簡単な手順ながら内容はアヒージョ。火加減は弱火推奨。沸かないギリギリが理想です。オイルは外に垂れると。程よく温まったら火から下ろします。熱いので注意。レモンのスライスを乗せてパセリをちょっと。これで完成。熱いので敷板ごと持っていきます。蓋を作ります。正面を決めます。直径を測って蓋になる板を作ります。ちょっと大きめになるように叩いて、たたら板を使って均一な厚みになるように伸ばします。そういえばバーで出るピザもいいよね。手ろくろに置いたらセンターに当たりをつけます。その中心点から半径分のところに当たりをつけていきます。何点かで OK。 当たりに沿ってくるっと円を切り出します。傷やバリがあるので鳴らします。蓋を沿った形にします。棒に蓋を沿わせてギュッギュッ。程よい硬さになったらポン酢で丸くかき取っていきます。断面はシャープに。缶切りを使った跡を表現。本体の底を仕上げます。竹のヘラで3方向から薄く削っていきます。縁のバリを取ります。濡らした布で慣らしていきます。底を叩いてへこませます。安定感を良くします。指跡もきれいに拭き取っておきます。
蓋を乗せる木の部分を仕上げます。丸い穴を開けるポンスで当たりをつけます。規則正しく並んだ当たりに沿って切り出していきます。缶切りの痕跡となります。缶切り不要な缶詰が増えた現在ですが、空き缶が空き缶らしいのはやはりこれ。缶切りを使った時のようにギザギザのピッチを揃えていきます。こういうの好きよね。蓋を本体に接着します。かけ破りで傷をつけます。蓋の方にもつけていきます。土塀を塗ります。土塀を塗り終わったら蓋と木をあてがってぎゅー。蓋が乗っている木は薄いので中から指をあてがってぎゅー。しっかりくっつけておきます。蓋の形状的にバランスが悪いので こういうこともあろうかと事前に用意していた梱包材。折りたたんでふわっとしたバネ構造にします。それを入れて支えとします。投影を入れたら完成。ご視聴ありがとうございました。